今、とても嬉しいことがあったので <laughs>、共有しようと思って、ライブをしました。決勝進出おめでとう、ありがとうございます。あの、あー、信長見たいよ。見に来てくださいよ。 できてあのー、19日からやってるのでねこの前はあのー、えっ、ー、と何て言ったらいいんやろ一緒に下見を行ったんですけどはい <laughs> 高校の時の友達と 近鉄アート館下見行ってきました, <laughs> 型どうしたんこれは戦ってあのちょっと戦ってきてん今日布なくなったはい ファイナリストライブいつもあみるんそうですよねまだ先があるんですよね <laughs> 歌唱力天下統一したろ天下統一といえば何やら舞台があるんですよね <laughs> 告知がうまいねんそうですね19日から信長の舞台もやってますもうチケットがほんまに少なくなってきてるので うのドラライフラワー最高だったよありがとございます優しいううかちゃんやっぽーありがとうございます優しいそう黒髪にしたんですよ真っ黒真っ黒でどうも何回出たんやろ歌唱力布差し入れしときますね <laughs> どうもどうもありがとうございます なんぼでも戦いますねさっき髪の毛くぐってたからちょっと癖が声の伸び力強さ透明感すべてのいで磨きがかかってたなって思ったありがとうございます黒髪は絶滅したと思ってました棋士彩えっ <laughs> ないけ思想えっ <laughs> あおっ 相変わらず、スーパーミズありがとうございます。お久しぶりです。こんばんは。あ、バイトでショールーム見れんかったから、インスタライブ見れて嬉しい。よかったバイトお疲れ様です。シオンと喋ったことありますかシオンと喋ったことは、めちゃめちゃあって、実は。<laughs> さっきも、あのー、決勝進出、 メンバーが決まった時、一番にシオンから電話がかかってきて、電話してました。そう。あ、そう。騎士、改正って言おうとしてた。そうそうそう。いや、シオンめちゃめちゃ声きれい。そう、シオンからね、一番に電話が来て、その後、LINE 長文で。 可愛い,いメッセージが来てました。仲良し。<laughs> 今日もあったし。そう、結婚してるからさ、シオンとは。鍋仲間。そうなんですよ。お鍋もして、持つ鍋もしたんですよ。ううか、今、質問、ん質、質問ボックスに送ったよ質問ボックスって何ですかこれか。 あ、コメント見れた。信長チケット初日に行きます。ありがとう希望さん。好きな食べ物ありますか好きな食べ物もう最近は辛いカレーが食べたい。いや、私は歌が上手くなったと思ってましたよ。ありがとうございます。頑張ります。 関西弁めっちゃ可愛いです。関西弁出てた今めっちゃ標準語で喋ってるつもりやった。いやー、決勝進出おめでとう。ありがとうございます。ああい会いたいなぁ。話したいことたくさん。ほんまに。お話し会もね、新曲が決まったからできるんじゃないですかね。多分。したい。アンジュ、フワリン、コハタも美味しかったね。ねえ、アイピも。 ゆなもうみんなってか七期生うますぎていや NMB の未来は明るいです <laughs> そうなんですよ決勝 <laughs> 最近ファンになりました嬉しいありがとうございます 決勝は1月12日ってさっき放送で言ってたので多分嘘はつかないんで12だと思うんですけど <laughs> 時間は2ヶ月ぐらい ?1 ヶ月とちょっとかなある、ありますねいやーレベル高いですよねもう私は決勝いけただけでなんか 感動です <laughs> でも生ん次は生放送やからまあまあ今回も生放送っていうかそんな一回撮りとかだったんですけどなので緊張しそうんー応援してくださいうーかの未来も明かりでありがとううーかコメント読んでってめっちゃ来てる 飛んでるやんウークが歌った後審査員の人がブレないとこが特筆してるもっと会う曲があると思うって言ってたよええー、ぜひ教えてほしいです <laughs> 審査員見る目あるなね、嬉しいです伝わって 縦ってやっぱ難しいですか怪我してないですかえ、縦っていうか、まあ縦めっちゃ難しくて、もう毎日毎日反省ばっかりなんですけど、でもやっぱり、あの、アイドルとかって姿勢良くすることすごい意識するんですけど、戦う時ってめっちゃ腰低くするんですよ。だから最近なんか膝が痛くて、 膝痛めましたよくダンサブルで使ってたサポーターをつけながら <laughs> この前は最後稽古しましたねもう次から小屋入りなのでちょっとドキドキしてます「森南丸」は歌うんですか森丸は歌わないです ランマルはもうやっぱ腹の底から <laughs> あのー、低い声出したくて頑張ってるんで全然違うと思いますいつもの感じと特別枠の理由はとりあえずではなかったそうですね自信持ちます いやー嬉しい <laughs> 嬉しいです真剣使って練習したら上手くなるいやもうでも真剣ってめっちゃ重いらしくて重いんですよだからあのー、ほんま腕ムキムキなる。 膝が痛いのは年齢言ったかんそれ。<laughs> 右膝、左膝ですかそれ、あれちゃう、右肘、左肘交互に見てのやつじゃないんですか何やろわかれへん。ダンサブルの撮影どうだったおおいい感じでしたよ。もう今ね、目の前に <laughs> パソコンがあって、そう、早速もらった映像を 編集しないとなと思ったんですけど、<laughs> ちょっと嬉しいからみんなと共有しようと思って今インスタライブ始めました。焼肉食べた食べてへんねん。決勝一人だけダンスありで。<laughs> めっちゃ降りちゃうそれ。声ブレブレ。 あでも踊った方が声出るかもですね意外とあアミルンが見てくれたんさっき言うかもアミルのインスタちょっと見たよんアミルおめでとういやアミルもねえ難波の歌姫なんであ牛島さんこんばんは <laughs> <laughs> ありがとうございますおお仕事お疲れ様ですううか呼ばれすぎて嬉しすぎて叫んだありがとうゆうかもお母さんとお父さんと見せたんですけど <laughs> すごい「おお!」って言ってくれました <laughs> 喜んでくれました ダンサブルの動画はダンスそうですダンス恋ラブしたい私も恋ラブ恋ラブ最近出てなすぎて出たいって今日ちょうどしゃべってたんですよ歌いながら体動いてました本当 <laughs> ストーリーのダンサーブルーのショット癒しでしかないですありがとうございますウークが真面目に歌うの初めて聞いた感動しましたえ <laughs> あのいつも真面目ですウーちゃんはい ん代わりに恋ラブ出てくれる人いるありがとうアンダーで <laughs> 戸惑ってためらってはセンター曲なんでねちょっとしっかりお願いしますね冠 <laughs> ライブで踊って歌ってたから決勝戦は大丈夫だそう。 ねカンムリライブ一人でもう一年ぐらいやってないんですねやりたいけどダンサブルでもやりたいんです推しがかりんちゃんとうかありがとううかりんうん決勝はジュゴンはジュゴン <laughs> 歌えますか <laughs> いや、いじってるやん。ジュゴン、ジュゴン。この前そういえば、日本、日本で唯一ジュゴンがいる水族館がテレビに出てて、あ、ジュゴンやって思い出しました、その曲を。どこやったかな三重やったかな三重県にジュゴンいるんですよ。<laughs> 何情報ジュゴン情報。 11周年の歯でシングル選抜記録更新中って言ってくれて泣いちゃったえー、泣いてくれたんありがとうございます妻も妻も息子もうーちゃんと会えるの楽しみにしてますよ <laughs> 妻も妻も妻2人いるんですかでも会えるの楽しみにしてくれてるのは嬉しいですありがとうございますセンターしっかり頑張ります 床に座って美しい曲線を表現しますお願いしますあ同い年の人が見てくれてるありがとうもう寝ないとですよねうわあ、鳥鳥に羽でなんて読むんこれなんて読むやっけわ トバトバかな決勝進出マジでおめでとう。ありがとう。ジュゴンは根強い。根強い人気なん意外と歌詞が、歌詞が切ないとかみんなちゃんと呼んでくれてて嬉しい。決 <laughs> 勝はレナペよ上で猫背やろ猫背、猫 <laughs> 背。ね ありましたね、そんな歌も <laughs> 今年の生誕祭が初劇場でしたおおありがとうございますババ <laughs> ゆうちゃんがウーカの舞台を見に行きたいと言ってました え来てくれるみたいですなんか <laughs> でメンバーに見られるのが一番緊張する緊張するっていうかなんやろ不思議な感じです11周年の「君はメロディー」を感動した ウーカの舞台が楽しみすぎて寝れないありがとう言うて寝てんのやろゆうちゃんにわかるかな <laughs> ゆうちゃんにわかるかなほんまやなちょっと私も読んだ簡単に歴史がわかる本を貸し出さないとですねポカーンって。 あ、安井さん夜遅くにありがとうございます <laughs> 猫背を過去にしないでごめんなさい <laughs> そうですよ客席にゆうちゃんおったら緊張するけど今回の舞台にダンスはないんで <laughs> ダンスはないんで多分そんなあのゆうちゃんも。

私公開収録に行けなくてドラフト3期生ちゃう ?2 期生のメンバーが行ってくれるので皆さんぜひ行ってくださいねみんな舞台楽しみにしてるよねって安井さんがコメントくれてます <laughs> みんな楽しみにしてくれてますか <laughs> 待って <laughs>。 縦のターン乱れてたでってダメ出しされんのかな <laughs> ちょっと見てもらった後聞いときます反省会ノート持っていこう <laughs> ほんまやおおやっほー いより一緒に近鉄アート館あの下見行った親友ちゃんが見てくれてる僕も岡、OK、山、まあ、行きたいねえ行きたい舞台まだうーちゃん枠ありますかあえ、ありますよイェーイバレたえっと えっとね、初日の金曜日と、千秋楽の、えー、22日、月曜日が、まだちょっとあります。土日はもうほとんどないので、まだ今なら空いてるところもちょっとあるかも。今ですよ。舞台泣くところありますかゆうちゃん号泣するタイプなので <laughs>。泣くとこあります。結構あるかも。 眉毛楽しみって、<laughs> いじってるやん。そう、めっちゃ眉毛リリしいから、いじってくる、いじってくるんですよ。<laughs> チひヒーもね、2月に舞台決まって。そうですよ。みんな、頑張ってます。明日も仕事なので、そろそろ寝ますね。すいません。 付き合っててくれてありがとうございましたおやすみ審査員推薦枠の発表の時何してたええー、えっとね発表が終わってあ今年もやっぱ厳しかったかと思ってお父さんとお母さんと見ててテレビをでまあでも最後まで普通に見ようと思って。 誰が選ばれるのかなと思って見てました。そしたら名前呼ばれたから、そう、NMB ってなった時、ね、ふわりんとかも順位が私より上だったので、誰かなと思ったら、名前を呼んでいただいて、おおってなりました。嬉しい <laughs>。頑張ります。 私も眉毛楽しみ。<laughs> そんな楽しみにされたら、メイクにも気合が入りますね。でも今回の信長のために、あのすごいメイク道具いろいろゲットして、いつも、髪の毛も黒髪、こんな真っ黒とか久しぶりだったから、アイラインとか最近全部黒で、黒なんですよ。楽しいですね。髪の毛とかに。 合わせて買えるのもあと蘭丸は赤色が、あのー、自分のカラーなので赤色のアイシャドウとかも買いました毎年の審査員してくれてる方がうー評価してくれてる感じだったうーん嬉しい。 成長を感じてくれたかな。<laughs> 土曜のお昼に東京からありがとう嬉しいです。瞬きすら <laughs>。瞬きすらありがとう。嬉しいですね。いっぱい瞬きしとこう。<laughs> 今日のダンサブルでの今日の今日のダンサブルでの面白いか分からへんけどあのダンス動画撮っててあのいつも動画出す時は私たちの音量を全部オフにして音源をかぶせて。 かぶせてあの、動画すすんですけどあのゆうちゃんが、いっつも、なん、何やかんよ声、めっちゃ出すんですよ。ルマーの時も、あの、ネモハモルマーの時も、なんか <laughs>、掛け声めっちゃ一人でずっと言ってて、ヘイ <laughs>、hey、とか、なんか <laughs>、しんどい時、いっぱい声出したりとか。で、今日は、そんな声出す曲じゃなかったんですけど <laughs>。 起き上がる時に起き上がれ起き上がられへんくてなんか「うん!」っていうすごいセクシーな声があの右の方から聞こえてなんか決めなあかんところでめっちゃ笑いそうになったっていう、うん、歌うっていうよりなんか叫ぶっていうか今回はなんかセクシーな声出してました。 あとね、5人で写真撮ろうって言って、写真を、あの、近重マネージャーさんに撮ってもらってたんですけど <laughs>、あの、いや、わかるやんってぐらい撮った写真見たら全部白飛びしてて、顔全然見えてなくて、真っ黒で、そう、どうやったら逆にこんな気づかずに、しかもいっぱい撮ってくれてたんですけど、 全部白飛びしてたからほんまに面白いなーって近重さんは <laughs> ほんまにほんまに写真が下手なんですよ <laughs> この時代に生きてるのにそう攻めたあかんって分かってんねんけど でもそんな近重さんうんほんまにすごいと思う愛されてるから言えることなんですけど <laughs> そうそうそう 確かにアイドルのマネージャーさんで多分世界一写真下手やと思います。<laughs> 近重さん。あかん、こんな悪口言ってたら傷ついちゃう。<laughs> お、すごい質問来てる。眠いですか寝ようと思ったら寝れるし、寝なくてもいけるって感じです。<laughs> ウークが最近聴いてる音楽は、 ええー、よく寝れる BGM <laughs> 最近音楽何聞いてるやろペテルギウスわかりますかうん。 好きなケーキは、チーズケーキです。お稽古で大変なことはありますかえー、全部大変ですけど。表情かなあっ こんばんはです。こんばんはです、うん。ゆうりさん好きです。はい。僕はヨーグルトが好きです。それケーキちゃうやん。<laughs> ヨーグルトも美味しいですね。<laughs> <laughs> 何の話や声聞いてたら眠くなっちゃうそれめっちゃよく言われますレアですかベイクドチーズケーキですかええー、ベイクドチーズケーキですかねいやーたくさんありがとうございますコメント。 写真近ぷよさんに頼むとき丁寧にお願いしよう <laughs> 安すいさんいやあの丁寧にそうですね伝えた上で手がブレブレなので <laughs> 誰か二人一組の方がいいかもしれないです近重さんがカメラ構えて誰かがこう手を支えて撮るのがいいかもしれないので。 そんな時は、相田さんに、あの、これ <laughs>、相田さんは映らず、手を支えていただいて、撮ってもらいましょう。はい <laughs>。夢中人のウーカのリズムの取り方好きすぎた。えもうそんな見てくれてるのどこやろ、リズムの取り方。あのー、なん、落ちサビちゃう。 えすごいどこやろ夢中人です夢中人じゃない夢中人ですえ夢中人ですえ夢中人やったっけあ夢中人か <laughs> やばいやばいあかんかん <laughs> 今の忘れてみんな時を戻そう夢中人ですあれうん誰夢中人って言った人夢中人ですよ夢中人ポーズはこれなんでみんな覚えてね <laughs> あかん、もう夜やから、あれですよ。眠たくなっちゃってるんです。あ、そうなんです夢中人の、あの、サビの振り付けには、ダイアンさんの振り付けが入っています。そうそうそう。お、こんばんは。 誰夢中人って言った人は夢中人ですよ夢中人ですよ <laughs> はいめっちゃ長いことしちゃったダイアンといえばごいごい数なお知らせがあるんですよねあそうですね <laughs> いや、実は、えっ、ー、とー、ほんまにあと、日付が変わったので、あと2日か。あと2日19日から、あのー、近鉄アート館で舞台が始まります。劇団ストバコ町さんの信長という舞台に出させていただくので、<laughs> はい、あのー、ぜひ、あれです。 初日の19日はまだチケットが余ってるのでよかったら見に来てください月曜日行きますありがとうああの遠い方も大阪来れない方もその日予定会わない方も配信チケットあるんですよ振りうまいほんまにありがとうございます推しは天王寺にありすごいうまい なので来れない方もよかったら配信チケットで見てください緊張しますはいじゃあいやーこの嬉しい気持ちを <laughs> 共有できてとても私は 幸せでした <laughs> 配信見てくれてありがとうございましたじゃあお見送りのハイタッチと肩トントンありますかそれ昔の NMB 劇場のあれですね多分お見送りはないかもしれないです 改めておめでとう。ありがとうございます。決勝も頑張ります。はい。じゃあおやすみ。ありがとうございました。